どうもタブヤンです。天外魔境2、今日も元気にプレイしていきたいと思います。前回までの天外魔境、こちら寝頃の古墳でリベンジ完了。菊五郎は逃してしまいますが、桃地は救出しました。そして伊賀の忍者ね、桃地からアイテムもらいました。そして紀伊の国にね、菊五郎が逃げたというのをね、情報を得ました。ワールドマップで確認、伊勢から南の紀伊和歌山に向かいたいと思います。行くぞ。もらったアイテムなんですけど、これですね、嘆きの指輪、それから変化の封印、一体何に使うんでしょうか。行きましょう。尾鷲村、まあここから南に行く感じなんでしょうかね。1500両あります。まあね、お買い物リスト前回ね、奈良村でこの怪盗小枯らしって売ってるんで購入したいね。もうちょっと貯金しようか。行こう。さあ紀伊の国から南、ここ来るの初めてだよね。作戦歌舞伎委任したいと思います。血を吸う花弁、全然倒せる。でも攻撃力高いね、敵のね。はじめまして、撃破しました。地図ちょっと確認しましょうか。あ、もうすでに紀伊の国に入ってるんだ。さあ紀伊の国、なんか山が多いですね。うん、まずは周辺くまなく探索しながら行きましょうか。おっと、いおりがあるけど、あれどうやって行くんだ。空飛ぶしかないぞ。なんだ、天狗のいおり発見したけど、どうやって行くんだろうね。あ、なんだ今のは。なんだ、菊五郎がピンクの竜巻見えましたか。おっと、何あいつ、気になる。南にあの竜巻の方に向かっていこうか。おっと、敵多いな。会心の人たち、ナイス。拳法全然効かない。貫徹攻撃痛い。通常攻撃ででもいけるなこれ。戦闘終わってから回復だ。オッケー、結構得も多くなってきたね。歌舞伎にね、若草持たしております。若草の巻物もう一つ欲しいよね。さあちょっと結構進んだから地図確認。あ、こんなとこまで行った。どうなんだろう、西に行くルートもあったよね。うん、まあ東側からちょっと探索していくか。おー、なんか強そうなやつ出たな。青葉の兵隊、はじめまして。攻撃はイエロー。オッケー、ナイス、ハッピーよ。いや、全然攻撃に通用するね。いいね。前回っていうか伊勢でね、修行した甲斐があったね。おっと、看板も見つけました。緑の牙、はじめまして。こいつもやれる。オッケー、攻撃通用してるよ。縦札チェックしよう。嘆きの谷、落下事故続発、死亡者多数。ノザルで谷を
渡るべからず。え、どういうことだ。ちょっとセーブしようか。このまま行くと落ちるのか。え、これ道具使うんじゃないの。嘆きの指輪、嘆きの指輪をはめた。しかし効果はなかった。どういうこと。違う、え、どういうこと。何、木の指輪、わかんない。どういうこと。ちょっとこっち行ってみる。あ、なんかある。これなんだ。あ、入った。あー、なに。あ、落ちた。嘆きの谷、地図確認できず。うん、何ここ。異形の石像がある。指を一本立てている。あ、ここで使うのかな。嘆きの指輪、石像の指に嘆きの指輪をはめた。通れるようになったってことか。あ、イヒカの村到着しました。何ここ。情報収集しましょうか。人間じゃないって言ってたよね。その燃えるような目の輝き、あなたたちは火の一族ですね。やっとやっと来てくれた。あの忌まわしい戦争から1000年。ああ、ついに光の当たる地へ戻れる日が来たのだ。あ、これ地底深くなのかな。私たちイヒカも根の一族なの。あなたたち火の一族に殺されても仕方ない。でも私たちは千年の間あなたたちを待っていたのよ。私たちの呪われた運命を断ち切ることができるのは火の一族だけなのだから。根の一族にもこんな人たちがいるんだね。こんにちは。わしらイヒカは千年前の戦争の時根の国から逃げ出した学者の子孫なのです。わしらの祖先は人間を、鳥や獣を、人魚や鬼族を、そして特に火の一族を殺すためにたくさんの術やからくりの兵を作り、仲間の体さえ戦争に少しでも有利なように改造を施しました。しかし戦争の手助けをすることに恐れを抱き、根の国を抜け出してここに落ち延びてきたのです。以来イヒカの技術を悪用されてはなるまいと、この谷で人目に触れず1000年間暮らし続けてきました。谷から出てはならぬ、それがイヒカの掟なのです。なんかこの人たちの顔っていうかね、姿形を見るとこのこいつらベーロン、デロレン、デーロンに似てるよね。直感だけど異非家族なんじゃないのあいつら。お、止水の鏡で、アイテムもう持ってないな。なんか使うものあるかな。味噌団子食べとくか。天神の巻物、なんだろう。パンチマルゲット。巻物チェック。あ、国外移動。あ、これは嬉しいね。羽衣が国内移動でしょ。天神こっちに移動しとこうかな。オッケー。これで国内国外移動できるようになった。火の勇者殿か、よくぞ見えられた。わしがイヒカの長である。お、
我が祖熊名は訪問された。根の一族再び現れる時、イヒカの巨人立つであろうと。イヒカの巨人は必ずや密林城攻略の手助けをしてくれるはず。万事丸殿、巨人をお探しくだされ。イヒカの巨人は四色の銅鐸により地中深く封じられていると伝えられています。ただ四色の銅鐸もイヒカの巨人もその隠し場所が我々にはわからない。クマナの祭壇なら何か記録が残っているかもしれませぬ。祭壇を調べてみるがよかろう。イヒカの巨人、ちょっとメモしておきますね。我らの祖クマナが残した予言にこうあるのだ。火の一族この地に下り、イヒカの巨人立つとき、我ら再び光を見るであろうと。我らはその予言を信じ、今までこの暗い谷の中で生きてきたのだ。待ちに待ったっていう感じなのかな。中央にあるのがクマナ様の祭壇よ。あの近くに立つとクマナ様のお声が心の中に響くの。クマナ様の思念を回路化した素晴らしいからくりよ。今の私たちにはとても作れないわ。真ん中のスライダー、なんか機械っぽいけどね。最後に行こうか。多分デーロンたちは効率よく火の聖剣を探して引き抜くためにタイクーンに目をつけたのでしょう。おそらく黄泉の眠っている場所もすでに突き止めていると思います。そこまでは造作もないはず。あとは暗黒乱で人間の聖器を集め黄泉に送り蘇生を待つだけ。そして彼らの選ぶ戦略は一つ、時間稼ぎです。彼らはあらゆる手段を駆使してあなたの足止めにかかるはずです。なるほど、黄泉を復活させるのがね、まあ一番最初のプロローグの神様だよね。根の国の方の祭壇のボタンは押すとクマナの意志が伝わるってことは村の者なら誰でも知ってるってことだ。しかしそこの床にある5つの印の機能は誰にもわからないのだ。多分避難用の装置だと思うんだが、今日は火の勇者がこの一家を訪れた記念すべき日。あなたがお望みなら特別に作動させてみましょうか。いや、そうですね、では一家の巨人が動いたら作動。脱出用のやつなのかなこれ、まあ、最後に来ればいいのかな。こっちは我々の祖先は根の国を逃亡するとき持ち出した兵器を各地に隠したそうです。なんか文明レベルが高そうだもんね。おそらくオロラクって書いてるけど、イヒカの巨人とはそうした兵器の一つなのでは。イヒカの祖先が作った化学兵器ならば密林城など物の数ではありますまい。密林城攻略にいるんだね。こっちはどうだい、結構いっぱいいるな。実は谷の掟を破ったのはデーロンたち3博士が初めてではないのです。3年ほど前にもトキという男が鬼族のマサカドを復活させてみせると嘘吹いて消えていきました。トキ、今あなたが相手にしている根の一族の三博士、実はこの谷の出身なのです。やっぱり彼ら三人は今しめを破り谷を抜けた。くだらぬ運命論など自分たちの力で変えてみせると言い残して。なるほどね。デーロンたち三人が谷を出た時、私たちは根の一族の復活を確信しました。奴らに対抗するため私たちはどうしても火の一族を見つけなければならなかった。そして伊賀の桃地丹波に火の一族の捜索をお願いしたのです。丹波は期待に応えてくれた。火の勇者は今我が谷を訪れた。そんなに期待されてるんだ。ちょっと待ってね、左は行ったかな。これからあなた様はいろんな場所に数々の乗り物を手に入れることになるじゃろう。そこで一つ大切な注意をしていくか、奥から覚えてくだされ。あなた方火の一族が作った乗り物も
我々イヒカの作った乗り物も大抵簡単な自動機関装置がついておる。もしご自分の乗り物を見失っても焦らず最初に発見した地をお探しなされ。そうなんだ。これは火の一族の皆さんですね。せめて私に体力の回復、あ、お願いします。ありがとうね。お元気で、あなた様の上にいつもマリ様のご加護がありますように。もしどこかで赤い宝箱を見つけたとしても決して開けてはなりませんよ。それは私たちの祖先が生み出した罠の中でも最も危険なものの一つ、百鬼夜行の箱と呼ばれる代物。赤い箱は開けるな。開けたくなるよね。イヒカの巨人の力で根の一族を討伐する。そのことで我々イヒカが1000年前の戦争に加担した罪の償いが終わる。クマナ様の予言はきっとそう語っているのですね。おう、ここは回復ポイントだったね。よし、満を持して真ん中行こうか。ちょっとセーブしておきましょう。行くぞ。これ機械調べるのかな。お、なんか出た。私はイヒカのクマナ。火の勇者よ、四個の銅鐸は四水の鏡で開く。回る。ちょっと待って、開く、メモしとく。回る。ちょっとフラッシュが眩しいな。跳ねる、跳ねる、登る。お、開く、回る、跳ねる、登る、止まる。え、止まる。一個多くない？硬く、そして柔らかい。ちょっとめんどくさいな。硬く、そして柔らかい。うん。厚く、そして、冷たい。逆を言ってるよね。すべての命の中。すべての命の中。すべての命の中。なんで2回言う？どういう意味だ？今のがヒントなんだろうな。あれ？終わり？ちょっと？どういうことだろう？開く、回る、跳ねる、登る、止まる。硬く、そして柔らかい。厚く、そして冷たい。すべての命の中、かける2。なんかわからないけど、これ押してみようか。はい。ちゃんと動いてると思う。試しに床のどれかの印に乗ってみればわかる。死ぬようなことはないと思う、多分。どういうことだろう。真ん中行ってみる。転送された。何ここ。キーの国。あ、違うところに転送されたか。あ、新宮村。何これ、全部あれワープゾーンだったのかな。はい、新宮村情報収集しましょう。キーの国にはあちこちに異形の像が立っておる。海賊の守り神とも言われておるが正体は不明じゃ。雑貨屋、なんかいいの売ってるかな。あ、除服の剣売ってるね。2100、もうちょっとで買える。装兵鎧も欲しいけど、まずは除服の剣欲しいかな。高
かけたも欲しいけどね。ちょっといらないものを売るか。武具はもう全部いるものばっかり。道具ね、あの風の五符、嵐の五符はもう売っちゃいましょうかね。あの巻物を取ったから、はい、風の五符、嵐の五符売っちゃいます。あとまあ戻り石は残しておこうかな。迷宮脱出の巻物は持ってないからね、まだ1700両。また買いに来るよ、ジョフクの、宝箱を盗めないな。さあ、お宿はまあ最後に行って預かりしよっか。ろくなもん預けてなかったよね。あ、父の陣羽織と片身の剣しかないよな。はい、お金もありません。串本にはサンゴの島があるんだって。根の一族に怯える毎日を離れて、そんな美しい島で暮らしてみたいわ。これ4つの銅鐸を集める物語なのかな。大昔、まだ木々が国として形を成す前、この地方は海賊が支配していたのじゃ。海賊は神タタの船という強力な軍船の力を持って人々を従えていたそうじゃ。船か、欲しいな。なんかあの天狗の伊織あったもんね、船でしか行けない。海賊に船を作る技術を教えたのは伊勢からキーに移住した異民族なんだってさ。そりゃそうだよな、俺たちの先祖が船を発明できるほど頭いいわけねえもんな。僕この前ピンクの竜巻を見たんだ。あ、僕も見たよ。周りに怪物をいっぱい従えてね、竜巻の中から声がして早く銅鐸を探せって言ってたよ。僕ドキドキしたけど、かくれんぼ得意だから見つからなかったよ。4つの銅鐸を探す旅か。昔海賊は自分たちの命ともいえる船を熊野神社に奉納したらしいんだよ。新宮へようこそ。熊野神社へご参拝ですか。あそこは今大変らしいわよ。ん、この南側かな。え、どうやって行くんだあそこ。からはいけない。熊野神社、入れない。川渡れないといけない感じ。これこっち東川に出ると、で外出ちゃう感じだよね多分ね。やっぱり、え、どうやって行くんだろうね。あ、ごめんなさい。っていうかあのワープ片道切符か、どっか近くにあるのか。お、強い。羽のね、強い。はじめまして。どうだ、攻撃は効くよ。強えな。歌舞伎ギリギリ特14、まあまあですね。回復と、ちょっと地図確認しましょうか。どこなんだろう。まあ東側ね、探索していきましょうかね。あ、また竜巻だ。4つの銅鐸を探すため、あ、なんだあれ、あれ伊勢神宮か。おっと、身寄りの木が大量発生。風化でいけるか。 OK、 いいよ、するよ。どうする、
ろ17段に上がらないか。いや結構痛い、これはやばい、やべえ、どうしようか。敵を1体でも倒した方がいいか。持ち物回復、百名眼、自分にまんじまる、若草ナイス。いや一体一体が強い、反発攻撃で一体ずつ確実に倒す。 OK、 仲間呼べるのかよこいつ、嘘でしょ、やべえ。うんか、もう一丁、効かない時もある。チリ貧かこれ。仲間呼ばれたらまたやばいもんね。やべえ強い、また呼んだわ、なにこれ無限、やばい、全滅する、歌舞伎、いやまんじまる敵強え。ないよね、そば団子では無理だよな。止水の鏡って何、止水の鏡ってもしかしてもう突破して逃げるしかないか。突破、やられた、強い。いやー歯応えのあるゲームですね。ここどこだ、伊賀か、あー尾鷲村ですかね。はい、でちょっと止水の鏡使ってみようか。効果はなかった、ちょっと待ってね、街の中ではどうだ、なんか銅鐸が鏡に対応みたいな。あー銅鐸見つけた時に使うのかもしれないね。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。次回キーの国で4つの銅鐸を探してイヒカの巨人を蘇らせる冒険始まります。それではまた、さよなら。